モルガナさんだ。かわいい。どうもこんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。あ、これもしかして盗んだ招待状じゃないですかね。ちょっとさすが逃げ足早い。It's not a game. I'm not a robot. AI challenge you. 空の桜井正弘です。今日はアトラスさんにお邪魔していろいろなお話をしに来ました。どうぞよろしくお願いします。やっぱり初代のペルソナですよね。 PS に出ていた、まあ、ペルソナといってもそれより前は陸続きで女神転生とつながっていたわけで、どこからがペルソナかっていうようなことはないんですけど、やっぱり今のスタイリッシュなペルソナを確立したのは3からですよね。そこからはもちろんプレイしています。ペルソナ4は黄色だったけれどもカラフルなんですよね。ある程度のカラーがあったんですけれども、5はどちらかというと赤を基調にしたモノトーンになっており、なんかあの一瞬は地味だって思うんですよね。だけれどもそれでまとめてるスタイルっていうのはまたすごいなと思ってたりします。今回はメニューの繊維にポリゴンを使ってポリゴンのキャラクターが動いて、そのまま絵になったりとかいうような演出がすごくたくさんのところに入っていますけど、そういうところを見てやっぱりしびれるなって思いますね。すごく独創性の高いいろいろなアートを楽しませていただきました。個人的にはやっぱり3よりは4、4よりは5とより強化していったというような印象はあるんですけれども、特に UI のスタイリッシュな感じというのはとても印象に残りますよね。普通 UI っていろいろなものを格納するためにいろいろな便利な機能を持たせたりとか、あるいは整理をしたりとか引き出しのように整然と並べたりっていうことを頑張りがちなんですけれども、それを全く度外視した新しいスタイルというのをその3作は常に見せ続けてきていますよね。それがやっぱり一番印象に残ることです。とにかくシナリオが深かったりとか、ずっと遊べたりとか、そういうようなところもすごいリスペクトしています。そうですね、めったにないですね、そんなに褒めること。実際そう思ってますからね。隙がないという凄さではないんですよね。例えばシナリオをするときにあえてラヌキ言葉って結構使うんですよね。食べれるとか書いてる、それはおそらくわざとやってるんですよね。ついついシナリオの方では正しい文法とかを表現しがちで、そういうふうに構成されがちなんだけれども、やっぱりペルソナシリーズは特に後期の方はキャラクターがすごい生きてるじゃないですか。そういうことを意図的にいろいろ作り込んでるんだろうなということを感じて、そういうところ一つとっても凄みを感じるなと思っています。5でですか？いや、みんな好きですよ、ただですね、私はスマブラの開発でとても忙しかったので、ペルソナ5は投資1回をクリアしてるんですね。でその投資1回をせっかくやるなら全員の有効度を満タンにしてクリアしたいと思うわけです。ところがいろいろやって最終的に残って、絆が最高にまで高まらなかったのが1キャラだけいるんですね。ゆうすけです。杉田さんごめんなさいそれは私攻略本とか、いや攻略法とかを見ずにプレイするのが好きなんですけれども、当然手探りでいろいろなイベントがこの辺に起こるんだろうなっていうふうに思ったらちょっと巻き戻してとかやりながら慎重に進めてたんですね。ところが自分はそういうことを知らなかったためにこのゲームが12月で終わるということを知らなかったんですね。実は3月ぐらいで終わると勝手に思い込んでます。そしたら12月のあるところ終わったところからどんどん時間が去って、あれあれっていう感じになるじゃないですか。どうしてもそこでセーブデータを巻き戻したとしても間に合わないんですね一人だけスケジュールとして、まあいいですけどやっぱりペルソナは隅まで楽しみたいと思っているので、だいたい全部のイベントは見たいですし、でもネタバレするのは嫌なんですね。だから攻略法は見ない。楽だけど大変っていうのが一番いいですね。なんか、弱点をつくと面白いように敵を倒せるけど、そうでない時にはものすごくピンチっていう、そのメリハリがいけるんじゃないかなと思います。やっぱり弱点とか、総攻撃とかのシステムが明快ですよね。明快でいて手応えがあると、ずっとオートでいくと痛い目に遭うみたいな。音楽はもちろん CD とかも買ってずっと聴いていたりしますけれども、普通に考えて
なんて言うんでしょうね、ペルソナ5ってアシッドジャズって言うんでしょうかね、なんとなく戦闘に合わない曲なんですよね。スマブラだったらまあ間違いなく戦闘曲には使わないような曲が流れていると、それをしっかり押し出すセンスっていうのがやっぱりすごいなと。割とペルソナ4とかポップスとかだったりしたので、まだ戦闘には合うと思ってるんですね。だけどその神話性みたいなところから考えると、まずない選曲を行っているし、さらにそれらが歌付きでいろいろな歌を歌いながら高いレベルにまで保たれているっていうのは本当にすごいなと思っています。アトラスさんのゲームは時間半分ぐらいで終われると嬉しい見積もり他のゲームの倍ぐらいの時間は確保しないとクリアできないなって思ってたりもするんですね。だからまあペルソナに限らず世界中の迷宮とかそういうものも含めて、やるんだったら時間の確保を覚悟する。 Q2 もある程度はやっていますけれども、本格的にクリアするならこれは年末年始を捧げないとダメだろうかと思ってるぐらいです。お、モルガナさん再びこんにちは。あれ、これはつまりプレゼント、ありがとうございます。開けてみろと、すぐ開けろと。わかりました。お、開けました。お、これはもしかして副島さんのスマブラ参戦の絵柄がある T シャツですね。似合うかな、入らない。はい、じゃあ、ここでお知らせなんですけれども、スマブラ SP に、我らがジョーカーが参戦と相なりました。参戦ムービーはいろいろな方が見ていただけたと思いますけれども、実はあれ、ザ・ゲームアワード2018という、海外のショーで公開することを前提にしたものだったのですね。そのショーの会場に、ジョーカーが潜入して、招待状をいただくという構成になっています。実は海外版では海外のセリフに吹き替えられているのですが、インターネットで公開した普通の映像とゲームアワードの映像というのは違っています。実はそれ日本語も作っていまして、日本語版のザ・ゲームアワード2018における、ムービーというのもここで特別に公開したいと思います。ここだけしか見られませんので、どうぞご覧ください。こちらジョーカー、潜入に成功した。ゲームアワードの会場だって、一人で行っちまったってのか。そんなに遠くまで行くなんて何しに行ったの。心の怪盗団がやることなんて一つしかないだろ。もしやお宝か。予告状はもう送ったのか。今回はこちらから送るんじゃない、逆に一枚の招待状をいただくのさ。世界的に求められているそのお宝はもちろん、あのスマブラか。おい、マジかよ。今回の相手はどう考えても史上最強の奴らだ。我らがリーダーの活躍に期待するとしようぜ。ペルソナ、我はノンジ、ノンジは我、強き意志の力で数多の強者に挑め。というわけでアトラスさんに伺いました、これ書かせていただきました。しばらくアトラスさんに飾られるそうです。それではペルソナシリーズとスマブラを今後ともよろしく。